オンラインとオフラインを使い分けるみたいなね、まあ、そういうことをしてたとしても、まあ、実はそんなにね、意味がないというかです。実際のところそんなにね、なんていうのかな、構えて行うものともね、ちょっと違うんじゃないのというところが言いたい。ね、どんなにこう、使う媒体が変わっていったとしても、行うのは常にこう、コミュニケーションなわけで、基本は1対1のコミュニケーションなんですよね。たとえ画面越しだったとしても。ね、今僕こうやって、まあ、動画の配信という形でですね、コミュニケーションを取ろうと試みているというかですね、まあ、そうだね、独り言チャンネルって書いてる時点で、それはコミュニケーションを取ろうとしているのか、僕が一方的に話しているのかっていうのはありますけど、まあでも少なくともね、まあコミュ障気味な僕がですね、どうにかこうにか皆さんとコミュニケーションを取ろうとしている苦肉の策と思っていただければ嬉しく思いますけど、まあそういうようにですね、こう、どこまで行っても、やはりね、基本は1対1なんですよね。ね、コメント来たとしても、ね、そのコメントに返す、ね、読み上げて返すっていうことをしたときには、ね、それって、こう、その画面の向こうにいる、まあ誰か一人なんですよね。だからその人一人に向かってお話をしていて、で、そのお話とかっていう過程とかをですね、周りで見ている人たちが、自分なりに個人的な解釈をしていくと、まあいうようなことが起きますんで、まあ、基本はやっぱり1対1なんですね。